お願いします。いや、お願いします。なんだよ、喋りなさい、あんたも。いや、振りはお前さんにお願いします。俺が全部喋ってくれると思ったか。そうですね、やっぱり俺今日もこれ全部見ない。もう流れなんて知らんぞ。私ブランクがあるんで、やっぱお願いします。俺だってもう2ヶ月ぐらいブランクあるぞ。いやいや、そうさあ、というわけでこんにちは、10月15日日曜日、時刻は13時を回りました。先月からかい。そうですね、1時間早くなったの ね、はい、ね、あの先月僕お休みしてたんですけども、ちょっとあの岩手のね、方のお祭りにちょっと参加してきまして、あの伝統芸能の獅子踊りっていうね、あの遠野祭りっていうのがあるんだけど、県の無形文化財に指定されてる踊り の、 その連盟に所属してるんで、あの、まあ、お笑い芸人というか、もう今後は伝統芸能家として扱っていただければなと思います。諦めるんですか。はい、いや、というよりもちょっともっとね、こう上の高尚な、ね、あ、なるほど、伝統芸能ですから。あ、なるほどね、ギャラの方もちょっと跳ね上がるんじゃないかなとは思いますけども ね、 その辺がね、というわけで先月から月1の放送ということで、はい、で先月がお休みさせていただいたんで、僕は 2ヶ月ぶりになりますけどもね。はい、というわけで、はい、いつの間にか1時間も繰り上がって13時からの配信ということですね。はい、はい、というわけで東京東北情報バラエティ道のくまるごと情報局、略して道丸情報局の始まりでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。MC は私、宮城県多賀城市出身のピン芸人アガイン直と、秋田県にかほ市出身の斉藤亜美がお送りいたします。はい、よろしくお願いします。あのリップさんがね、はい、メイン MC のリップさんが今日はお休みということなので、はい、亜美ちゃんもう自分で MC って言ったね今ね。言ってないです。ディレクターじゃないんですか。あ、ディレクターです。一応ディレクターをやらせていただいてます。ディレクターが、今日この場合で、そうですね、一応 MC 代理ということでですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあここの子、はい、はい、番組では皆さんのメッセージを受け付けております。センジャーと CM.jp メールをお待ちしております。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、この番組はですね、東北6県の、一言ものを紹介する60分のトーク生番組でございます。この番組はね、一応音送りというものをテーマに掲げておりますが、はい、音送りって何でしたっけ。はい、人とのつながりを感じられにくい時代に、誰からか受けた恩を自分は別の人に送るというような、そういうことを。あ、大丈夫ですよ。なんでヘラヘラさない。邪魔しないでください。邪魔しないよ。恩送りの説明。ああ、そうかそうか、しなきゃいけないもんね。どこまで行ったかな。まあ、自分は別の人に自分が受けた恩を送ってあげるというような、その送られた恩がまた別の人に渡っていくというようなことを目指して恩送りをやっています。そうですね。何に対してもそうですねですか、今のは。ちょ、自分が言ったことに対して納得したんですね。あ、なるほどね。道丸情報局はそんな恩送りをやっていきたいなと思っています。はい、道丸イコール恩でつながるサードプレイスを目指しています。まあ、そんな道丸のコンセプトに共感できる方、共感していただける方、ぜひ仲間になっていただけたらなと思っております。オンでつながるサードプレイス、はい、ね、かっこいいですね。かっこいいよ、小松さんって小池百合子みたいなこと言って。、うん、そ, うそう、希望の塔ですよ ね、 すね、急に出てきましたよ。もうここ2ヶ月お休みしてたらよ。もうね、前回の放送僕見ましたから。、はい、僕いなかったですけど、ディレクターの赤坂さんが政治的発言は赤井さんに任せようって言ったからね。もうこういうこと言っていいんだと思ってね。ダメですよ。もう徹底討論ですよ。そうですか。今度の。そう、私ね。どこ推しですか。私、そうだな。どうだろう。共産党とかに言うんだ。言うんだね。君は言うんだね、そういうことをね。全然わからないんですけど。この番組は。まだまだ、はい、この番組は偏った思想でお送りしております。はい。お、アミちゃん、ういういしくて可愛い、頑張れ。ますよ。やった、ありがとうございます。自演オツね。はい、はい、で、この後にですね、何でもディレクターコーナーというものがあるらしいですけども、はい、何なんですかこれは。ちょっと私が本当に、はい、かなり久しぶり、5ヶ月ぶりぐらいの放送になる。え、そんなに。そうですね、あ、5ヶ月持ったかな、3ヶ月ぶりくらいかな。全然来れてなかったので、うん、ちょっと私の下期の抱負を。あみちゃんのこの下の抱負っていうのはね、はい、下期の抱負ですね。下期。あ、そういう意味合いで言ったんですよ。あ、本当ですか。はい、あ、よかった、よかった。はい、それは何ですか、何ですか。いじめないでください、あんまり。いじめないです。下期の抱負をね、うん、はい、言いたいなと。まあ、下、どういう風にしたいのかね。
この場を借りて下木の抱負、ね、下をどういう風にしたいのか下木の抱負ですね、そういう意味で、はい、そういう意味でね、はい、はい、やらせていただきます。まあ、そうですね、この場を借りてじゃあ下木の抱負を言わせていただけたらなと思うんですけど、まあ、上木はさっき言った通りあんまり全然放送に来れてなかったので、うん、もっとこう自分を認識してもらえるように前に出て前に出て放送に貢献していけたらなと思ってます。ディレクターは前に出てダメなんだよ基本は。何この場でどん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 目立っていこうみたいな。あなたはディレクターとしてこの番組の、ね、この土台を支える人ですからね。まあ、そうですね、はい、まあ、若いんでいいかなと思って。お前なんだ部活じゃねえんだぞお前。若いんでいいかなって。リップさんはね若くないからね。いやもうね、そんなこと言ってない。リップさんの方がこう引っ込めて今後は私が対抗していこうみたいなね。違います。怖いわ。熱いわ。平成生まれ怖いわ本当にね。まあ今後どんどんね、はい、活躍、まあもちろんねディレクターコーナーとかもあるからね。そうですね。そういう時にはちゃんと出てきて喋、はい、っていただければなと思いますけどね。そうですね。斉藤亜美をよろしくお願いしますということで。よろしくお願いします。はい。ということなんですけども、はい、本日ももう早速ゲストが来ているということなので、はい、紹介を大丈夫ですか？大丈夫ですか？準備大丈夫かな？はい、はい、というわけで、本日はですね秋田県男鹿市出身のフリーライターをされているゆるみなさんという方です、はい、ゆるみなどうぞ、うん、じゃあゆるみなさんどうぞしれっと急にどうぞあるんだからね。なるほど、ゆるみなさんという方が来られてるんですね。それではゲストのゆるみなさんどうぞ。これがパッケージですよ。なんかディレクターだろ。そうです、ね、ヘラヘラして、はい、ゆるみなちゃんどうぞ。ないんですよ。どうぞしっかり読まなきゃいけない。はい、どうぞ、はい、お好きな席にお座りください。はい、ゆるみなさんです。よろしくお願いします。こんにちは。ではまた改めて簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。はい、私がご紹介を、はい、お願いします。はじめまして、ゆるみなって言います。東京で今フリーライターをしていて主に、スポーツウェブマガジンとか、うん、映画レビューっていうのをやってるんですけど、うん、その傍らで、地方の地元の秋田に貢献したくて、うん、そのいろんな活動をしてます。なるほど、はい。まあ、基本はそのウェブのライターをしつつ、そうです、ね、まあ、地元の方にもっていう形ですね、はい。これゆるみなさんというのはどういった、あ、この名前ですか。名前ですね。名前は、LINE ブログっていう、 LINE ブログブログがあるんですけど、そのブログの中で、私のその読者の人がこう投票で決めてくださった、読者の人が投票で決める。そうなんですね。最初に名前を募集してその中からあの投票してあの決めたって感じです、うん。あ、そうなんですね。フリーライターの、まあ、ライターの人だったら別にその芸名とかは、はい、あ、そうなんです、ね。どっちかというとブログもやってて、うん、それのブロガーの名前、ブロガーの名前、なんだか新しい響きが、ね、名前に丸がつくんですよね。そうです、それが大事です、はい、大事な丸がついてるんですね。これはどういった意味で、これは、なんか俺大事じゃねえな大事な、なんか全体的にこう丸が結構好きなんですよ、うん、あの丸いものが絶対大事じゃないよこれそんなんで決めてるの。そうです、あ、なんとなく丸が好きだったから。そうです、うん、なんとなく丸いいの、本当にそれでいいの。大丈夫です、大丈夫です。うん、わかりました。モーニング娘。にも丸ついてるからね。丸ついてますからね。そういう意味合いとかもね。でもモームスの丸はあれ完全何も関係ないんだよね。あ、そうなんですか。そう、あれテレビのディレクターさんが、うん、テレビでこうテロップで名前決まりましたバンって決めるときに、うん、モーニング娘ですってこうね、うん、制作の方にこう渡すわけでしょ。それに癖で丸をつけちゃったわけ。あー、そうなんですね。それで勝手に丸がついちゃった。あ、そんな背景があったんですね。あ、ゆるみなさんは違う、ね、なんか後付けで考えとこうか。あ、そうします。丸が好きなんで、じゃあモームス好きってことにしてきます。うん、そうしましょう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 、それでいきましょう。はい、はい、ね、そしてね、いろいろと秋田の方のでも活躍というか活動ですね、っていうわけで、まあ、されてるということなんで、なんか、はい、紹介ネタにね秋田県の、はい、
ディズニーランドと言われている男鹿半島。そうですそうです。これどういうことですか？私男鹿は秋田の中でテーマパークだと思ってるので。男鹿半島っていう場所の男鹿半島って秋田の天狗の鼻の部分、うん、そうですそうです、形で、そうです、そうです、形で、あ、これ、こっちだな、あ、ここです、ここですね、そこがね、鼻の部分が、うんうん、テーマパークだと。そうです、テーマパーク、うん、どういった意味でテーマパークなんですか？まず観光地がめちゃめちゃ多いっていうのと、あー、なるほどね、そうそうそう、ほうほう、あとはなんか前車の CM で菅田将暉くんとかが来てたんですけど、結構 CM とか撮影、車の CM？ そうですそうです、初めて聞きました。とある車の CM で、あのゴジラ岩が乗ってる、はい、あれ山崎賢人さん、あ、そうでした。すいません、すいません、間違えました、ね、山崎賢人です。そうだよね、そうです、すいません、うん、そう、ゴジラ岩はね、はいはい、CM で見ました、見ました、とか、あとは、まあ結構映画の撮影地にもなってるし、うん、っていうので、あとはランドってつくじゃないですか、ディズニーって。ああ、そうですね、ディズニーランド、まあ、半島、はい、半島なんですけど、まあランドかなって思ってて、そう、半島なんだけど、ランドかな、ランドかなって、島じゃないですか、一応。あ、何、半島は勝手にランドにするんですか？ランドにします。ランドだと思って。なるほどね。まあちょっと、離れてるからね。そうです、そうです。ちょっと独立したね。あ、そうです。ちょっとなんかこっから、ここら辺から違うんですよ。まあ全然。なるほどね。そうなんですね。ちょっとそこだけ突出した、独立した文化があるということですね。なるほどね。男鹿半島。今実家で、農家されてて、お米と梨を作っているということですね。はい、はい、そうです。はい、で、その梨が、あ、梨がまさかの別から来る梨なんですね。ここにある梨は関係ない梨なんですね。これは、そうです、これまた別の、はい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 、このこちらの香り、香り、香りです、おで、おでいいのね、これは、はい、はい、香りです、おが、あ、じゃあそっち、これ、これ、こっち見えるかな、はい、おがさんのね、香りという、はい、ちょっとね、なんだろう、青りんごみたいなね、感じだけどね、質感はね、匂いがすごい良くて、うん、で、これをカットしたものがない、はい、なるほど、今日はないですね、今ここで剥くわけにもいかないからね、そうですね、ちょっと軽減で、ちょっとじゃあ、香りだけ、これだけ、あ、梨の匂いが、あ、よかった、よかったね、梨の匂いがします、梨だった、よかった、多分美味しいんでしょうね、剥いてなくてもすごい匂いしますね、あ、そうなんです、すごい匂いが、うん、これが今、ご実家で作られてるってことですね、そうですね、はい、うん、で、ゆるみやさん自体は、はい、まあ、専門学校で、はい、カフェ、そうですね、カフェの専門学校で、はい、も、そこからは飲食業界を辞めて、はい、そこからライター兼ブロガーとして活躍されてるということですね、はい、で、実家にこの梨を使ったクラフトビール、あ、そうです、そうです、を今作りたいと、はい、来週作りに行きます、来週作りに行く、うん、はい、もうそれは仕込みから、うん、茨城の鴻巣、うん、日立鴻巣っていうところに、うん、木之内酒造さんっていうビール作ってるところがあるんですけど、そこで手作り体験ができるんですけど、うん、そこに梨を自分たちでジュースにして、うん、それを持って行ってビールを作るっていう、さっきジュース先行なんですね、あ、そうです、そうです、なるほど、うん、一回ジュースにしないとビールってできないみたいで、うん、そう、あ、じゃあ今後ビールはそうやって試作をしていくと、そうです、あ、なるほどね、じゃあビールは今この現状ない、そう、ないですね、うん、来月くらいにできます、じゃあせめてジュースだけでも、あ、ジュースジュースはあるはずなんだ、ジュース自分たちで作ります、自分たちで絞る、瓶詰めしたやつをこうちょっと番組見て、ごめんなさい、あ、これ、あ、これお茶か、お茶間違えます、じゃあぜひね、次回行くときはね、はい、あと完成したビールとかもね、あ、そうですね、ぜひ、はい、はい、で、あといろいろちょっと旅をされてるというね、あ、そうです、そうです、ということなんですけども、はい、秋田県南一人旅、うん、してきました、夏、県の南側の方を一人で旅行された、うん、写真があるということで、うん、はい、出ますか、うん、出た、はい、これは増田ですね、増田っていう地域があって、そこに内蔵っていう蔵が、蔵、はい、蔵があるんですけど、うん、立派なね、そうなんです、漆塗りかな、そうなんです、鉄じゃないよね、これ木、これは木ですね、木なんだね、うんうん、お家の中にある蔵なんですよ、うん、ね、内蔵っていう、そうです、そうです、家の中にある、
結構インスタグラムとかでも最近だと若い人が上げたりして、うん、もうあれでしょ、もう見に行くのがメインじゃないでしょ、写真を撮るメインみたいな感じでしょ。そうそうそう、だからみんなフォトジェニックなところに、フォトジェニック、ね、今よく言ったもんだよ、本当に、ね、文字が出てきましたけども、そうそうそう、うん、でこういうところに一人で、大体何泊ぐらい？これは一泊二日で行きました。一泊二日、うん、弾丸で、弾丸で行ってきました。それは何、車で？いや、電車で行きました。電車で、そうなんですね。全部電車の旅で、うんうん、他にはこれが、その蔵の町なんですよ、増田が、うん、で、ここは十文字なんですけど、うん、十文字にあるワインバークラシコっていうお店で、これも、あの、もともと蔵だったものをリノベーションして、ワインバーみたいなのにしたところで、で、この裏に、ウゴビールっていう、うん、秋田でビールを作ってる方が工場を建ててて、うんうん、そこのビールとかも飲めるんですけど、ね、あ、ワインバー、そうなんです。その裏の写真もあるのかな。あ、それはないんです、ね、あ、それはないんだ、なんかあの写真ダメって言われちゃって。あ、そうなんですね、なるほどね、そうそう、いいね、フォトジェ、何がフォトジェニックだとそういう職人肩気だ ねとこなのかもしれないね。そうそうそう、嬉しいです。何がインスタだバカ野郎って、ね、いいじゃないですか、そういう、いやー、気骨なね。あとはあるんですか、写真的に。あとここが蔵押すね。そうなんです、蔵ばっかりで、うん、蔵ばっかり、蔵ばっかりはもうディスだよ。蔵が魅力的で、蔵がたくさんあって蔵ばっかりでさーとか言ってます。いや、でも本当に蔵を有効活用してて、なるほどね、壊さないっていうのがいいなと思ってて、うん、そうだね、そうなんです、うん、結構空き家のリノベーションっていうの流行ってるんですけど、うん、そうですね、ここもクラウドファンティングっていう、うんうん、またクラ出てきたね。関係ないやつ、関係ないやつ、それはちょっと関係ないから、横文字弱いから、そうです。あ、何が希望なんだよ、言ってることよくわからないごめんなさい、偏った考え方、はい、そうで、お金をいろんな人から集めて建てたっていうもので、うん、そのこの日はちょっとやってなかったんですけど、クローズで、うんうん、クローズ行けなかったんですけど、まあ、お店自体は結構外人の人とかも、あ、外人の人とかも人気で、ありがとうございます。そう、すごい中も、じゃあこれ喫茶店は石蔵なの？あ、これは違います。これはもともと蔵だったものを、ちょっと改造してるので、だいぶなんて現代風になってます、ね、あ、じゃあ蔵感はない。うーん、確かに、なんかちょっと見てた、外観を見る感じは板張りだからね、石蔵ではないんだろうなっていう感じはしますけど、中はあんまり見えなかったんですけど、うんね、こういう蔵を生かした観光、うんうん、そうです。大体位置的にはどの辺になってくるの？県南ですね。県南だから横手、十文字って言ってですね、そうです、横手の方で、丘でしょ、小川がここで、ここで、ね、ここですね。ああ、じゃあ結構離れてるね。そうです、結構遠かったですね。え、じゃあ山形沿いぐらいにも行く？うん、山形まで行かない。かな。でも結構離れてる、ね。離れてますね。離れてますね。え、小川からだと電車でどれくらいなの？1時間半から2時間くらい。まあ、結構かかる、ね。かかりましたね。何線？JR？ JR です。うん。かかりました。うん。本当に一人？一人で来ました。本当に、うん、最初は、横手焼きそば食べに行くっていう手で、はいはいはい、横手で横手焼きそばを食べたいと思って、ね、で、あの、電車で横手まで行こうってなって、うん、電車で横手まで行って、まあ、ついでに、あ、じゃあなんか観光しようと思って蔵行ってきました。で、その横手焼きそばもは、あ、写真あるんですけど、今日はちょっと準備してない。なんで横手に準備してないです。これは何の写真ですか？これは、これも蔵をリノベーションしたもので、うん、鴨芝っていうゲストハウス、うん、ゲストハウスが秋田の十文字っていう町にあるんですけど、横手ですね。あ、そうです、横手市の十文字町っていうところにあって、そこに泊まったんですけど、あ、じゃあここが、あの、旅館というか、そのゲストハウスとして泊まったところ、ね、はい、泊まりました。これも蔵を使ってる。ここもそうなんです。でっかいよね、古民家みたいな、蔵の中なので、古民家系ですね、鴨芝、うん、でもやっぱ蔵の感じはあんまりないですね。ないね、正直この写真だけ見されてもなんか確かにあんまり写真が撮りづらかったんですよね。あの、ここもダメだったの？
いや、あのフォトジェニックだったんですけど、うん、あのちょ狭いからこう全体映せなくて、うん、そうなんです。もろにだって配電盤とかなんか生活感がある、ね、そこもいいなって思ったんですけど、海外の人に人気みたいで。そうだね、そうですね、日本っぽい、日本っぽい、日本っぽい、ね、これね。で次はありますか。あ、終わりですか。終わりですか、はい、なるほど、はい、なんかこの写真で終わりたい。なんかもうちょっとこう開けたバーンみたいな。あ、開けたものがなかったです。一人でね行ったという。そうです、一人で行きました。なんかおすすめとかあります？おすすめ、その何系の回ってみてとか。あ、もちろんあの自分のね小川の方でもいいですし。まあそうですね、増田のいいところはまあその雰囲気がすごい京都みたいな街並みがあって、うん、そうで、ご飯もそばを食べたんですけど、西もないそばっていうそばがあって、それもなんか普通のそばと違って麺が白っぽくてコシがすごい強いそばなんですけど、だったんじゃねえや、さらしなみたいな感じかな。あ、確かに似てるかもしれない。そんな感じのものがあったので、結構県南はいい地域だなって思って。小川より、いや小川よりはまあまあどこい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 かな。久々女の子の口からどっこいどっこい使わないんだ、うん、うん、まああんまり使わない。であとね、料理が得意だということで。あ、そうです、秋田っぽいレシピ紹介、はい、そうですね。何ですか秋田っぽいって。秋田の郷土料理ではない。秋田食材は一切使わないけど。いや、逆ですね、うん、秋田の食材と秋田の調味料は使うんですけど、うん、郷土料理ではない。ではなくて、うん、自分の素材を生かした、ね、そうです、ね、オリジナルの秋田っぽさ。写真があるということで、うん、ちょっと見てみましょうか、はい、そちら。写真何枚あるの？2枚かな。2枚かな、うん、はい、はいはい、出るかな、秋田っぽいもの。最初材料かな、材料が出てなんか細長いバームクーヘン作ってキリタンポっぽいでしょみたいなとかなしだよね。そんなんじゃない、そんなんじゃないよね。そんなんじゃないです、ちゃんとしてると思ってます、うん。写真は普段から料理されるんですよね。そうですね、お菓子とかよくツイッター上がってますもんね。もう作ります。え、お菓子、お菓子も作ります。あ、出てました、ね、これ、これが材料ですね。あ、材料か、びっくりした。材料です。ずいぶんなんか独創的な素材生かしすぎじゃない、ね、そうですね。材料が、材料とりあえずで、これが私アボカドすごい好きで、うん、アボカドを絶対使おうっていうのを決めてて、うん、で秋なので秋の味覚、キノコとミョウガと、その赤いのはネギと鮭、鮭です、秋鮭です、うん、でこれが、大曲がりで起業されてる、うん、キラキラ農園っていう、あ、はいはいはい、うん、この番組では何度か、あ、うん、本当ですか、の方からのイベント行った時に、うん、あの購入させてもらったお米、お米ね、と、はい、あと味道楽、味道楽、はい、これがポイントなんですよ。はい、味道楽。なんだよ、明日あるあるみたいなさ。味道楽の説明しなさいよ。何がポイントなんですよ。ポイント。秋田のお袋の味って言われてて、うん、ベースは醤油なんですけど、うん、まあ、だしとか。そう、だしが入ってて、ね、これ1本で味が決まっちゃうんですよね。そうです、うん。もうすごい便利なお醤油ですね。じゃあ秋田県民はみんなこの味をしてる。そうですね、この味ですね。知らなかったら秋田県民じゃないですよね。そうですね、金満並みにこう張りますね。金満と味道楽張りぐらい。金満も有名なんだね。あ、金満ご存知ないんですね。もうなんか腹立ったこいつ、なんだよ。金満は分かるかなと思ったんですけど。すいません、金満また別で紹介しますね。金満の味道楽っていうその、はい、どっこいどっこいで、はい、やってるんですね。なるほど、はい、それを使って、はい、そうですね、を使って、まあ、和風の料理が多いんですけど、うんうん、今回はリゾットを作りました。洋風にもアレンジできるよっていうのを教えたくて、うんうん、結構あの味道楽の裏に、うん、あの何に使えるっていう一覧があるんですけど、はいはい、そこに洋風のメニューって載ってないんですよ。あ、まあ、確かに和食ばっかりですね。あ、まあまあそうだね、うんうん、煮物もとかですね、うん、でもパスタにも使えるし、こうやってリゾットにもできるから、うん、まあ料理の幅も広がるだろうし、そうですね、あ、じゃあイルミナさん的にはやっぱ味道楽は使い方分かってねえなと。あ、そうです、そうです。結構言うね。結構言いますね。まだまだ広がる可能性があるのに、うん、そうだからね、まだポテンシャルはね、うん、そう高いんですよ、もうポテンシャルが。確かに、あ、いいね、リゾットいいね。そうなんです、
しかも結構一人暮らしの人っていろいろ調味料を揃えるの大変だから、うんうん、これあるだけで結構本当に幅が広がるので、うん、で今日そのリゾットをもうなんで味覚の話ばっかりされてるの腹は減ってるんだけどねマキですからね、まあ、まあそうです ね、確かになるほど、うん、そういう風に、秋田の食材を使って新たな ね、はい、こういうレシピもありますよっていうのね、はい、それはもう自分のブログで、まあ、あそうですね、あとインスタが主に、うん、インスタグラムで料理は発信して、うんね、それをツイッターとかで発信したりとかして、うんうん、まあ、ゆくゆくはレシピ本とか出せればなって思う。おー、さすがライターさんっぽいです ね、じゃあその時僕帯書きますから。あ、本当ですか、はい、ぜひぜひ。まだ食ったことはないんですけど食べてもらってから食べてもらってからにしよう。ちゃんとね、美味しいって言わなきゃいけない、ね、そうそう、言わなきゃいけない。じゃあその際はぜひともね、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。あの、僕、あのアンジャッシュの渡部さんが言ってた専門学校の後輩なんで。あ、そうなんですか。面識は、ないね。まさか。すごい、今が旬の。ね、じゃ今後ね、いろんな展開ができてくるんですね。はい、そうやってね。そうですね。いいですね、楽しみです。今後として他は、まあ、そう、秋田でビール作って、はいはいはい、あの梨ビール、ね、そうですね、うん、まあ、食関係ですかね、うんうん、主に食でこう発信していけたらなっていうのは思ってます。食のテーマパークだ。じゃあ食のテーマパークにしたいですね、うん、スタージェットはもういらないと。スタージェットスタージェットはいります。スタージェットいります。でももうあれなくなっちゃったもんね。あ、ディズニーの話ね、ごめんね、うん、あ、どこまで話してんの、ディズニーの話は。大きくマルシーって出せばいいか。マルシーマルシー、なるほどね、うん、じゃあ今後ともね、もちろんブログで紹介していただいたりとか、うん、ウェブでね、記事を書いていただいて、うん、で今後とも新たなね、秋田を発見して、ね、いろんな秋田を、紹介していただければと思います、うん、はい、で今後ともね、もちろん道丸のことも書いていただければね、はい、あ、そうですね、ブログ見てみたいですとかね、美味しそうって来てますからね、はい、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今後とも道丸情報、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一組目のゲストは、秋田県男鹿市出身のフリーライター、ウェブライターをされているゆりみなさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それではここで一旦お知らせです、どうぞ。小野浩平と申します。27年になります。静岡県の伊東市、勤務して7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は、僕は1年生の、そっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。各地新店舗の立ち上げから委員長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わっていきたい。はい、というわけでお知らせを挟みまして、これやり、後半に
になりますけども、はい、ゲストさんがね、新たにゲストさん来ていただいてますけども、ね、ご紹介の前にですね、この番組は株式会社キャンインターネット放送 C-WAVE 7階ブースから配信してお送りしております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。こちら千住アット C-WAVE.jp までメールを、していただければ幸いでございます。そしてフレッシュ TV の方で視聴されている方はコメントを、いただければ随時読み上げていきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、今北千住の方で、北千住でやってるのかな、はい、タートルマラソンっていうですね、うん、マラソンのイベントが行われているようで、はい、何でも1万2000人がエントリーして、参加しているようで、街中を走り、そうですね、走ってますね、ずっと雨の中、そう、雨の中ですけどね、うんうん、気の毒だね。バカにしてますか。いやじゃあ、あいにくのお天気だけども、はい、皆さんは元気に走って頑張ってらっしゃいますね。でもうみんな走り終えてる頃なのかな、ね、時間的にはね。そろそろ終わる頃ですね。で、今ですね、このシーウェイブの1階の方のプエドバルというね、レストランの方は日曜日いつもね、うん、休んでるんだけど、今回はそのマラソンに合わせて特別営業されてるということで、はい、16時まで営業しております、うん、はい、そちらの方もですね、まだまだ空いてますので、よろしくお願いします。なんでも、はい、秋田県の、食材を使ったものとか ね東北の、はい、食材使ったものいろいろあるようなので、まあ、後々紹介しますけども、はい、そちらの方よろしくお願いします、はい、はい、そしてそうですね、もう一つイベントをやっておりまして、はいはい、大田区の産業プラザ PIO 特設会場2階のビズビーチコワーキング特設会場というところでイベントをやっております、うん、道丸情報局のブースを出展してまして、そこでも秋田県の純菜であるとか、いぶりがっこの販売等もやっておりますので、そちらにもぜひいらしてください。はい、で写真があるということなので、ちょっと、はい、ご紹介していきましょう。太田商い。そうですね。太田商い観光店2017。はい。ここ、ビズビーチ。はい。コワーキングですね。コワーキング、ね。はい。コワーキング。ここで今行われているということでね。はい。昨日何でもここの、統括ディレクターの金子さんがね、はい、行ったということなん で、 そうです、ね、その時の写真見てみましょうか。あ、こういう感じでね、純菜1袋550円、はい、ゆぶり学校650円、うん、という感じでね、こんな感じで、はい、販売しております。ブースがあります、うん、で、道丸セットも、お、そして、あ、これ昨日行った金子さんの写真です ね、 そうですね。なるほど、こういう形で、やっておりますので、本日16時までだね、はい、やっております。はい、興味ある方はですね、もちろんこの番組が終わってから、そうですね、見終わってから、見終わってからぜひ出ていっていただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、長々とお待たせいたしました。お待たせいたしました。後半のゲストさんも来ていらっしゃいますので、はい、ご紹介していきましょう。まず一組目はですね、秋田県三種町の企画制作課のふるさと納税担当の伊藤さん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、そしてその後にですね、福島の移住相談員をされているというですね、 NPO の大宮美咲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このお二方を呼びまして、後半もどんどんお話をしていきましょう。はい、というわけで、まず伊藤さんの方から軽く自己紹介よろしくお願いします。はい。秋田県の三種町、はい、場所はですね、あ、じゃあ、ボード出して。はい、先ほどの、ゆるみなさんの、はい、男鹿半島のちょっと北、ちょっと北、まあ、ここが三種町、まあ、はい、ディズニーシーのような感じだと思います。そこに作るんですね、シーは。海沿いですし、でこれが三種町でして、で私はその、まあ、町の役場の方で、はいはい、ふるさと納税を、まあ、この4月からですけども担当しております。なるほど。それで今回、まあ、少しでも PR できたらなということで来ました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。PR と言いますと、まあ、ふるさと納税といえばね、うん、その返納品っていうものですかね、うん、はい、その税金を納める代わりに、ふるさとのその三種町の特産品とかを送っていただくということで、どういったものを、そうですね、まあ、今こちらにあるのが、まあ、季節、秋のものとしてリンゴ、梨、でこんな、どこまでがリンゴでどこまでが梨なのこれ、リンゴ、リンゴ、リンゴ、梨、梨、梨って、ちょっと、どういうことですか。女性の方をリンゴに例えてあー、なるほど、すいません、あ、アミちゃんが持ってるの梨、はい、梨です。それ、あ、じゃあそのさっきゆるみなさんが
の実家作ってる顔同じですよ、ね、同じ品種これあこれ多分一緒ですね、多分、うん、あちょどっちがうまいかちょっと食べ比べしてみようよ、はい、おお乗り気だな、勝つか満々だね。試食が、お試食が出てきました。いっぱい。あーすごい美味しそう、はい、え、どれがどの種類だこれ。あ、こっちの梨はちょっと切ってなくて、あ、なるほど、ね、大きい、大きい、こっちだけ、こっちの梨と、あっちは何という品種ですか。秋仙かな、秋仙、これが秋仙ですね、秋仙の梨と、あとリンゴ2種類ですね、リンゴ2種類、お、はい、どうぞよかったら。そしてちょっとあの袖のディレクターがね、もう出させろ出させろと。どうぞどうぞ、はい、こちらにも、どうしよう、じゃちょっとそっちは後で、まあ、はい、じゃせっかくなんでまず試食してみましょうかね、はい、じゃちょっとこう真ん中の方に置いてみましょうか、置けるかな、はい、せっかくなんで、はい、どうしようかな、梨食べたいな、梨がいい、梨どうぞ、梨先っぽいもん、梨がじゃあ梨いただきます、でかいねこれ、食べていいんですか、はい、どうぞどうぞ、いただきます、梨がいいな、あ、どうぞ、うんうんうん、あ、どうぞどうぞ、いただきます、あ、これ美味しいんで食べてください、全然あ、ありがとうございます、インターネットで取れたやつなんです、あ、なるほど、はい、食べてください、じゃあみずみずしい、美味しい、じゃあ私リンゴの方、甘いです、すごい甘い、私もいただこう、そうですか、美味しい、え、みんな梨だ、甘い、うん、今食べてるのがうちの大きい秋仙、秋仙、うん、いや、すごいみずみずしいからね。ですね。美味しい。正味ね、あの、喋ってる時にちょうどいい。あ、確かに。うん。喉が。うるおう。美味しい、美味しい。ちょっと梨も食っちゃいますね。うん、なんかこの辺で変として。うん。そうですね。お出ししてる。もう食べるのに夢中で。でもこれ季節物ですよね。そうです、そうです。うん。これだいたいいくらぐらいから1000円ぐらいからってるんですか、言ってます、最低、何言ってるの、聞こえない、ちょっと、ちょっと、もうこれふるさと納税担当なんですから、ちゃんと伝えてくださいよ、本当にね、もういじめないでください、いいですか、喋って、東京って怖いですね、すいません、失礼しました、あ、パンフレットもあるんですね、はい、痛い、もう食べちゃった。これね、ふるさと納税のね、お礼の品というね、うんうん、見た目の恵み。あ、本当だ。みんな船乗ってこれ C じゃん。あ、それじゃないですね。ちゃんと知ってるよ、でも。C 感、C 感出てる。あー、なるほど。純粋ライド。純粋、なるほどね。で、パンフレットの中でね。アトラクションです、ね。もちろん、その梨、リンゴっていうのは季節ものだから、いろいろ変わってくるとは思うんですけども、うん、あ、これも結構種類があるの、種類の、そうですね、80から90くらい、80から90、へえ、じゃあその80から90くらいコースがあるってことですか、それとも なんだろう、いくら納税すると、す、ね、うん、いろんなものがこうその80、90くらいから何種類かみたいな感じなんですかね、だいたい1万円以上 の、 はい、まあ、寄付いただいた場合に、はい、寄付された方が選べるんですね、あー、なるほど、まあ、主にこれはカタログですけども、うん、今はほとんどネットの方で、はいはいはい、ふるさとチョイス三種町という形で検索していただければ最新の情報が、出てますので、なるほど、あれみたい、結婚式の引き出物みたいな感じで、そうですね、選べるようになってるんですね、うん、あ、鍋セットとかね、うん、1万5000円だったらとか、あ、すげえ、6万円以上でなんか宿泊まれたりとか、そういうのもあるんだね、そういうのも、まあでもこれってね、基本はその物をいただくっていうのが思うじゃないですか、うん、やっぱり納税が、ね、納税ですからね、あってですからね、気持ちが、でふるさと納税ってこれって納税をしたらその分の税金ってどこからかの分ってなんだろう、うん、仕組みとしてはですね、はい、顕微鏡というか、まあ、例えば東京の方が三種町に1万円の、はい、まあ、納税というよりもふるさと納税という名前なんですが、はい、実際は寄付をしていただくと、1万円寄付していただければ、2000円を超える部分、はい、まあ、8000円ですね、1万円の、はい、それが、東京都で本来支払うべき税金から、まあ、控除されたり還付されたりして、あ、なるほど、ね、実質2000円の負担で、まあ、
いろんなものが返礼品を何かいただけるという、そうなりますね。なので、まあ、損はないという言い方、そうですね、全然ないですね、なりますね。もっと本当に寄付感覚というかね、うん、それでまあ何割かのお礼をいただくだったら全然やっぱり納税として成り立ってるんですね、うんうん、そうですね。あ、そっか、それでなんか最近東京都 の納税が、ね、東京の、そうですね、税金の額がやっぱりこの分減っちゃって地方に流れていくっていう話にはなっちゃうんですが、まあ、そもそもの目的はその地方の方に、はい、あのお金を回そうちょっとというようなところだったので、うん、アメちゃんは税金ってだって踏み倒してるでしょ全部まだ若いから、うん、そんなわけないじゃないですか。若くたって払うものは払うもちゃんと払ってます、ちゃんと納めてます ね、で今の季節だとこのリンゴとか、そうです、あとまあお米とか、はい、そうで、今日お米が来たということで、三種町の新米、はい、秋田小町、取れたということなんで、これも返礼品の方には含まれてるんですかね。そうですね、お米はお米で、はい、あと、まあ、いぶりがっこであるとか、これはあの、自然薯ですね。なんでいぶりがっこと自然薯がこのセットでついてくるんですか。これはあの上村さんのリクエストです。なんで上村さんのリクエストでこの3点なんでしょうね、アミちゃん。そんな、美味しいからですよね。今下でやってるからね。すいません、今下で、ね、下のプレードバーの1階のレストランの方 で、ね、はい、この三種町のご飯セット3点、はい、3点セットが500円、はい、で、召し上がれるということなんで、うん、その他に、豚汁とかだっけ、芋煮か、岩手県の芋煮とかですね、山形県の芋煮、ごめんなさい、山形の芋煮とかそういったものを、はい、いろんなところのものを、ね、はい、チョイスしてセットで食べられる、ね、ということなんで、じゃあせっかくなのでアミちゃん食べてみよう、はい、やった、ありがとうございます。この間どうですか、リンゴとか美味しいですよ。食べさせて。じゃあ自然薯のとろろろ、とろとろろろが1個多かったな。とろろろいただきます。お、ぜひぜひ、いぶりがっことね、いいですね、これセットで食べられるとかね、なかなかないですから、なかなかないですから、でもお腹空く時間ですからね。ちょっとリンゴ食べよう、さっきリンゴ食べなかった。うまい、今汁がすごい飛んだ。あ、リンゴもジューシー。これだったらね、いくら口に含んでも喋られる。あ、本当ですか。ちょっと待って、突っ込まれ。じゃあ、自然薯のご飯いただきます。リンゴも果汁すぎない。あ、すごい伸びますね。あ、すごい伸びる。いただきます。うん。うん、な、美味しいですね。うん、なんだろう。どんな感じ。味がすごい、こ、あ、味ドラク入ってるんですね。わかんないです。いや、すごい美味しい。でも確かに出汁っていうか、でも味ドラク、うん、合いますよね。とろろでもいけますもんね。美味しいです。ちょっとなんて言っていいかわかんないです。他の食べ物に例えると、他の食べ物、難しいコースですよね。難しいコースですよ、まあ、これ絶対やっちゃいけないやつなんだけどね。他のもの食べてね、何みたいって、なんだろう、美味しいとしか言えないです。美味しいとしか出てこないですもん。そうだね。この新米も三種町のやつなんですよね。そうです、そうです。やっぱその新米メインでね、そうですね、やっぱ出してますからね。美味しいです。新米も、いくらからコースとかあるんですかね。まあ1万円から。1万円コースで。あ、北の方ね。あと、あの、これちょっと前のやつなんでシール貼ってるんですけど、はい、まあ、大体大丈夫でして。なるほど。あと、あの、まあ、5ヶ月連続お届けコースとか、うん、そういったものもあります。あ、しかも10キロも来るんですね。そうですね、秋田小町とか、すごいすごい。なので、まあ、実質2000円の負担でというような考え方で、うん、秋田小町だって2000円で10キロ買えないですね。買えないですね、買えない、買えない、うん、いいですね、全然これは、うん、あ、ローストビーフいいな、食いて。この辺がやっぱりお肉は一番人気ですね。お肉人気ですよね、やっぱりね。今日このセットは下のペードバルで食べれるので、はい、ぜひ16時までやってますので番組終了後いらしてください。17時までやってるのかな。あ、17時までですか。やってんだね。で、で三種町のさっきあの大田区の方で出した物産のが16時と、そこに出してるものと同じものを下でも、ね、売ってますね。純菜とイブリガッコです。そちらの方も興味ある方はね、はい、ぜひいらしてください。見つけていただければと思います。あ、伊藤さん渋いダンディーって言ってますからね。自分で自分で言ったらやめなさいよ、そんなの。がっつけてみないから。やってること全然ダンディーだね。自分で怖い怖い怖い。なるほど。
ほど、ね、そんな伊藤さんでしたので今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。そして続きましてはですね、福島県の NPO の移住相談員をやられている大宮美咲さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すげえ手持ちぶさってます。はい、じゃあ軽く自己紹介の方よろしくお願いします。はいはい、今は東京の有楽町で、はい、NPO ふるさと回帰支援センターというあの全国の移住相談窓口が、はい、あの入っている団体なんですけど、そこで福島県の担当をしております。日々あの福島県に移住したいとか、はい、日域居住をしたいっていう方と、うん、まあ、ご相談に乗って、あのいろんな福島県内の地域を紹介したりとか、お住まいを、探すお手伝いをしたりとか、あと、まあ、はい、お仕事も相談をいただけるので、そんなお手伝いをしています。なるほど。福島県福島市出身ということですね。うん、ちょっと遠いんでこれマイク外してもらって、はい、手持ちの方がいいかもね。じゃあ行きますか。でも何でもいろいろとね、紆余曲折を経てこの移住相談員になられたということで。そうですね、はい、で最初高校卒業後ある夢を抱き渡米ということで、やっぱりアメリカンドリームをつかめばスーパースターになりたかったですね。そうですね、ビザが出なくて、はい、なかなか出なくて特の芸人さんとなんかねということではなくて、ね、はい、スムーズにいただきました。なるほど。一応渡米はされたんですか。はい、何をどういったことをされようと思って。最初はなんか FBI になりたかった。すごい恥ずかしい。それは大いなる野望ですね。大きい夢ですね。え、今潜入捜査とかじゃないですか。実はもうなったとかじゃないですね。残念ながら、はい。FBI。かっこいいですもんね。そうですね。はい、FBI ってどうやってなれるんですか。調べて。調べて、まあ、あの本当に高校時代に、ね、若気の至りでそんな夢を抱いていたので。あのやっぱりスカリーとモルダーに憧れてる、ね。はい、はい、その時代ですね。あ、でもあのやっぱり国籍を取らないと、ね、いけないので。そうなんだ、はい、アメリカ国籍必要なってくるの。なのでもうちょっとあの何でしょう、あの人のためになることで、うん、もっと違うことをやりたいなと思って。なるほど、ね。はい、その後はデザインを学んでました。うん、やっべえ、俺がぜん福島のことより FBI ですね。気になっちゃいますね。どうやってなれるんだろうさ。それはあのデザインの学校っていうのは日本ので、向こうで。そうですね、向こうで。向こうで。アメリカの方で。すごい。それは どれくらいやられてたんですか。それは2年ぐらいその後に、うん、勉強をしていて、うん、あの大学をまあ卒業、まあ、一旦はしたんですけど、はい、まあ、もっとアメリカにいたいなと思ってたんですけど、まあ、仕送りがストップになったので急に現実的な現実的リアルそれは諸事情に、はい、あ、そうですね、諸事情にしといてくださいね、そこも。そうですね、はい、すみませんでした。地元で働かれてた、はい、でお金を貯めて帰ろうかなと思ってたんですけど、はい、で震災が発生ということで、うん、もう帰国して地元にもいらっしゃるときにもう震災に遭われたということですかね。はい、はい、でその中で、自分ができることを探している中にその移住相談員ですね、うんうん、で今はこちらで。はい、今は東京で。いつぐらいからやられてるんですか。はい、4年ぐらい前ですかね。うん、結構じゃ長いですね。うん、でその中でもどこが人気とかあるんですか、福島の中でも。そうですね、いろいろ相談来るじゃないですか。なかなか難しいんですけど、やっぱりあの東北が好きでもやっぱりあったかいところがいいっていう方が結構いらっしゃるので、いわきの方とか結構希望される方が、まあ、ね、はい、東北の、ね、南国に行ってますからね、うんうん、そうですね、ハワイがあるので、はい、そうですね、移住相談員っていうのはまあ、相談しに来る方っていうのは住みたいがメインなのか、その向こうで働きたいがメインになってくるのかとか、そういうどういう相談内容なんですか。そうですね、多いのはやっぱりその何か叶えたい目標だったり夢があって、はい、でそれを叶えるのが、まあ、地方の方がやりやすいだろうっていうことで、まあ、まあ一応考えるんですけど、まあ、その中でそれを叶えられる地域をこう
こちらの方でいろいろと提案を、はい、していたりっていう。でその中でなんかちょっとここ最近過疎だからちょっと人送り込みてえなみたいな野望がここどうですかみたいな、そういうのないですか？そこはやっぱり一人一人に合った、うん、あの地域をこうご紹介するようにしているので、どっかのね、町から声かけられて、ちょっと今人足りないんでちょっとここ入れてくれませんかね。それないですか？そういう、あ、そういうのはまあ裏口あるのあるんですけど、あるですか？大丈夫ですか？いや、ないですね、ないです、ないです、特に、はい、そんなことないです。皆さんのね、行きたいところでね、はい、そうですね。どうです、なんかこの仕事福島、こんな理由で福島行きたいかみたいな相談とかってあるんですか？そうですね、なんだこの理由でぶっ飛んだやつとかね、うん、福島はそんなにぶっ飛んだ理由、あ、でもまあ、あの道の駅、はい、こう旅行で道の駅に行った時に、うん、そこのおばちゃんがすごく良かったから、うん、福島に決めましたっていう、うん、人に、ですね、おばちゃんだから良かったけど、若い子とかだとおっしゃるからいいですか？あそこの人に一目惚れしたんでねとかね、そうそうそう、いやおばちゃんだからいいとかないけどね、別に。そういうのもあるんですね、うん、そういう場合はどうされるんですか？極力いけるようにおばちゃんの元へ、あ、まあまあそうですね、いろいろと、まあ、現実的なことをいろいろヒアリングして、もっと魅力的なおばちゃんがいるその辺のちょっとで趣味思考はちょっとあまりその辺は、はい、そうですね、どんなおばちゃんだったんですかとか、あ、なるほど、あ、こういうおばちゃんだったらじゃあ日本松の方がいいですね。そうですね、ちょっとそういうのを今後検討したいと思います。紹介の仕方、面白いね、おばちゃんリストみたいなの作んなきゃいけないですね。そうですね、ここのおばちゃんかわいいみたいな。どうです、 それこそなんか秋田とかでも、はい、そういう、まあ、ふるさとね、ちょっとふるさと納税の方担当ですけども、あるんですか、そういう相談みたいなのは。あ、そうですね、移住の関係は、それこそこちらのビルの方でも、はい、相談受けたりするようなこともあるでしょうし、まあ、実際に先ほどの、自然薯、はいはい、これ作られてる農家さんは何年、5、6年前に三種町に移住して、あ、それで農業をやってる人から今回、まあ、分けていただいた。あ、じゃあそれはもう農業がやりたいという理由で移住されたんですかね。うん、そうだと聞いております。まあ、いろんな事業をやってる中で農業をネットと融合させたりとかってやってるような感じ、と聞いてます。すごい、じゃあちゃんとそれがもう実になってるというかね、ちゃんと実りになるんです ね、 そうですね。どうですか、福島で紹介した人が、あ、今こんなことをやってるんだと か、 なんかそういう報告とか受けるんですか？あ、そうですね、結構報告してくださる方も多くて、まあ、レストランを開業された方とか、あとはそうですね、やっぱり桃農家さんになったりとか、あとはまあ最近だと地域おこし協力隊っていう、まあ、国の制度があるので、まあ、そういうのでこんな活動してますとかっていう、はい、報告を、はい、いただきます。いいですよ ね、 いいですね、それなんか、なんか母校を育ったね、教え子がこんな仕事になりましたよとかね、報告してくるみたいな感じでね、夢が。それよりもね、むしろなんかこう、いや実はちょっと上の宮城の方行っちゃったんですよねとか、ね、ちょっと福島ちょっと近かったなとかそういうことももしかしたらね、あるかもしれないですね。あります、あります。そんな聞きたくないですよね言わないんじゃないですかそんなこと言わなくていいのになるよね。移住した後もサポートってこうずっとされるんですか、ケアみたいな。そうですね、なかなか、まあ、やっぱり東京にいると距離もあったり、うん、まあ、メールとか電話とかでやり取りすることもあるんですけど、うん、今は県内にこう移住コーディネーターっていう方が、うん、県の7つのエリアごとにいらっしゃるので、うん、そういう方にその後のフォローとかお願いしたり、 あ、ね、あとはやっぱり近所の方だったりとか、各市町村で、うん、お手伝いいただいている方にもお任せをしているという感じですね。あ、そうなんですね、サポートも手厚くやってるんですね、うん、はい、うん、まあだって正味ね、帰ってきてはもらいたくないですもんねせっかく送った日をさ、やっぱちょっと東京帰ろうかなって思ってるんですよとかね。そうですね、そうですね、今はこう都内でやられてるっていうことは、基本やっぱり関東の人を
がメインになってくるわけですよね、うん、そうですね。やっぱり首都圏の人を中心に、うん、やっぱり人口が、ね、集中しているところよりももうちょっと、うんはい、あの余裕のあるところにっていう、うん、結構いらっしゃるんですか？1日にどれぐらいとかって。結構そうですね、1日に福島県の場合はですけど、まあ、10あご相談というか、まあ、直接来られる方とかこうメールでの問い合わせとかを含めると、うん、そうですね、その10件くらいは、うんまあ、何か、はい、問い合わせとかは来ることもあります、うん、窓口としてはね、この今はその都内でやられているということですけども、いろんなところにもあるんですか？それこそ西の方とか。あ、今のところは東京だけですね。はい、じゃあ九州で福島行きたいなって思ってる人は一旦東京来ていただいて、うん、相談をしてっていうことなんですね。そうですね、まあ、大体電話とかメールとかにはなるんですけど、そうですね、何だってできるからね。そうね、まあ、どんどんねそうやってね移住していければね、うん、いいですし、もちろんね福島から東京出てきて、うん、福島の良さを伝えるとかね、そういう人がいてもいいし ね、うん、そうですね。ただやっぱりまあ、それこそさっきのふるさと納税じゃないですけど、うん、都内から他の方に行っちゃって都内がの納税、うん、あの税金が、ね、減っちゃうとかで言ったら本末転倒にもなってきちゃう、ね、そうですね、うん、まあ、いろんなところでこう順繰り順繰りに、ね、行ったり来たりしていただいても全然構わないと思うんですね。そうですね、移住した方々の声が聞きたいですとかね、今コメントも来てますから。でも移住している人たちの声ってどうやれば聞ける？あ、誰かがさウェブでウェブライターの人とか書けばいいんじゃない？そうですね、ウェブライターなんか知り合いにいましたね。いるそういえば、そういえばなんかいた、書いてもらおうよ。あ、そうですね、ぜひぜひ。ウェブ屋さん誰かいい人知らない？いい人知らないですか？あら、いた、こんなとこにいた。偶然つながりましたね。つながりましたね。これがこの番組のオチです。そうですね、まあ、家族みたいなメンツの構成ですねって聞きますね。え、どのポジションですか？俺はね、たまにフラフラやってくる親戚なんです。やっぱりそんな気がしてました。仕事してないおじさんね。あいつなんで食ってんだろうなみたいな。言わなきゃいい人なのに、ね、こんな感じでアットホームな番組ですね。そうですね、東北というね、ホームがあって、うん、はい、そしてみんなでこうやって集まってね、うん、ということで、はい、うまくまとまったんじゃないかな。そうですね、うん、じゃあまとまった方に、おこれを、あ、せっかくなのでね、はい、東京局員ですね。局員ということで、今、こちらで東北出身の方、でこっちで活躍されている方とかにね、局員としてちょっとご協力いただければなということで、皆さんのゆかりのある土地にね、ちょっと写真、写真じゃない、シールを貼っていただいて。シールがあるの？今日はシールがないんだ。後で貼っておきますので、なんかあのガリッ て, リッて血で、そう、血板みたいな感じで私ここみたいですね。すごい。で今後と局員としてね、はい、道丸情報局と、いろいろ提携していただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、最後何か告知とかありますか、皆さん？なんかじゃあ私から1個。おーおー、ディレクターかい。いいですか？何ですか？10月28日に西新宿で私がイベントをやりますので、ぜひいらしていただければなと。え、コンパじゃないです。ですね、今回はお祭りをモチーフにしたライブハウスでイベントをやるので、なんだろう、日本の伝統文化をこう皆さんに伝えたいというような思いでやっていて、うん、なんだろうな、焼きそばももちろんですし、うん、フランクフルトとかもそういう提供もしますけど、なんだろうな、ライブハウスって若い人たちがこう結構いらっしゃると思うんですけど、うん、そういう人たちにもこう昔古き良きの祭りをこう知ってもらいたいっていう感じなので、ここに伝統芸能家いるけど、あ、ちょっと遠慮してきます。おいおいおい、さっきのウェブライターの流れみたいなやつだろう。いいです。ヘラヘラしやがってよ、終始。そうなんですよね、まあ、そんな感じでやってるので、再びに祭りと検索していただけると出てくると思うので、はい、ぜひ検索してください。場所はどちら？場所は西新宿ですね。西新宿の、はい、なんていうとこ、何でしたっけ。ちょっと今ド忘れ、ド忘れしてしまってすいません。はい、あと他に何かございますか？
あ、じゃあ、あ、はい、はい、お願いします。11月26日の日曜日に、東京の交通会館で福島暮らし仕事フェアっていう福島県内のいろんな市町村が来て移住の相談会といいますか、はい、イベントを行います。はい、東京交通会館12階でやるので、はいはい、興味のある方は、はい、ぜひいらしてください。はい、はい、で以上で大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、じゃあ、おあすみません、ふるさと納税、上半期、はい、皆さんからたくさん寄付いただきましたが、はい、なんとか、下の方もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、下半期の方もよろしくお願いします。はい、はい、で以上で大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね。個人的に、来月火曜日17日事務所ライブがありまして、その後、サンドイッチマンさんの夜ラジオに、まあ、収録したんですけどね、天使の作り笑いというラジオに出ますので、はい、そちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。では、本日は、伊藤さん、大宮さん、ゆるみなさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、来月も第3日曜日13時生配信でお送りしてますので、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。